安倍元総理の桜を見る会について前夜祭についてですね、安倍元総理の過去の説明に反する事実ということが明らかになってきたという報道があります。ある飲料メーカーのお酒の無償提供ということについてなんですけれども、これ自民党は今週ガバナンスコードというのを定めたらしいんですね。この対象としてこの安倍総理のこれはなるのかなっていうのはちょっと気になったところなんで、もしお答えいただければお答えいただきたいと思います。我が党としてこの国民の信頼をしっかりと確保するためにどうあるべきなのか、党の基本的なこの方針、考え方について明らかにする、こうした取り組みであります。こうした党としての国民の信頼を維持し確保するための努力、これはこれからもしっかり続けていかなければいけない重要な課題であると認識をしております。私の聞きたかったのはその中に安倍元総理は入るのかなということだったんですけどね、これは通告もないからこの程度にとどめて